アンリコナンベディエは、コートジボワールの第二代大統領。前任の、建国の父フェリックス・フェイコール・ボワニが在任中に、死去したため、憲法上の規定に従い国民会議議長から、暫定大統領に就任。しかし、ウッフェ・ボワニの築き上げた体制を維持する力は、ベディエにはなく、経済は停滞し、政府の統治能力及び求心力は減退していった。 このため1995年の大統領選挙は不利と見られていたが、有力対抗馬のアラサン・ワタラがブルキナファソケであることに目をつけ、国籍法改正により、コートジボワール生まれの者だけが大統領選に出馬できるようにしたため、野党勢力のボイコットの中大統領選に勝利し、正式に第二大大統領となる。また、ワタラ排除や経済社会状況打開のため、 イボアリテ政策をとって、ナショナリズムを煽った。ブルキナファソやガーナ、マリなどから来た、移民の開拓した農地を認めず、南部の在来集団に有利な政策をとった。また、宗教的に差異のある北部も、イボアリテ政策により礼遇されることとなった。しかし、コートジボワールにおける、移民の割合は26%にも達しており、コートジボワール経済の要である、 カカオ生産を担っていたのは彼らであったため、この政策は、加速度的に混乱を深めさせていくだけだった。さらに、北部はこの政策によって、南部と対立を深め、後の内戦の重要な要因となった。1999年12月24日、ロベールゲー元参謀長らがクーデターを強行し、ベディエは、フランスに亡命。 しかしゲイが選挙に失敗し逃亡すると2001年に帰国し2002年4月にコートジボワール民主党の党首に再選された2010年コートジボワール大統領選挙にも出馬したが第1回投票にてローラン・バグボ、アラサン・ワタラに次ぐ第3位の得票数で敗退した2021年11月、鋭しいシンポジウムの終わりに 彼の政党であるアンリコナンベディエは、和解を担当する特別顧問を任命することを約束しました。彼の選択は、元高原市長で党の副大統領であるノエル、アコシベン弁ョに委ねられた。ありがとうございます。